ポーカーにおけるエクイティとは、相手の勝つ確率と自分の勝つ確率をもとに計算した、現時点におけるポットにあるチップの分け前のことを指します。式で表すと次のようになります。エクイティイコールポットサイズ×勝率。例えばポットに1000円があり、現時点でのあなたの勝率が 70% だとしましょう。その場合、あなたのエクイティは1000円 ×0.7 で700円になります。エクイティはあくまでもその時点での仮の取り分であり、その後にゲームが進むことで常に変動します。また最終的には勝った1人のエクイティが 100% となります。